ショーロの一般的な楽器ショーロは、ブラジルのポピュラー音楽のスタイルの一つである。19世紀にリオデジャネイロで成立した。ショーロという名前は、ポルトガル語で、泣くを意味する、ショーラーからついたと言われている。ショーロを、アメリカでは、ブラジルのジャズと称されることがあるが、即興を重視した音楽としては、ジャズよりも歴史が古い。ショーロは、サンバ。 おさのバなどのブラジル音楽の誕生に影響を与えた。19世紀後半には、焦炉は、ダシルバカラドによって、フルート、2本のギター、カバキーニョで演奏された。その後、パンデーロ、バンドリンが加わり、感覚器バンドリンカバキーニョギターパンデーロから、なる焦炉の最も基本的な楽器編成が完成した。これを、ヘジオナウと呼び、 当時ラジオで歌手などの伴奏していた編成である。管楽器は、フルートの他には、クラリネット、サクソフォーンが加わることが多い。他にも小ロは、トロンボーン、バイオリン、アコーディオン、ピアノなど様々な楽器で演奏される。小ロの曲構造は三部形式からなる。そして三部形式のそれぞれを ABC とすると、アバカという繰り返しを見せるものが、最も多い。 これは、小炉の元となった、ヨーロッパのダンス音楽に由来している。また、それぞれの関係調については、A と B の関係は属調、または家族調、A と C の関係は平行調であることが多いが、バリエーションは様々である。ありがとうございます。